アメリカ大統領専用機のマニラ到着はいまだに大きな出来事です自分専用の飛行機とヘリコプター両方を持ち込むのはアメリカ大統領しかいませんこれにはもちろん理由がありますすべての周辺国特に中国に対して今もアメリカが一番だと見せつけるためですさらにそれを強調するためオバマ大統領はアメリカが送ったフィリピンで最新の軍艦へ直行し乗船しました アメリカはこの地域の安全保障に70年以上尽くしてきました我々には協定上の義務という同盟国フィリピンを守る固い約束がありますアメリカを頼りにしてください私の訪問はこの海域の安全と航行の自由への共同責務を強調するものですこれ以上明確なメッセージはないでしょう アメリカは南シナ海における中国の派遣を受け入れるつもりはありません中国は去年ここへ巨大な人工島を猛スピードで新たに建設しアメリカ政府のどぎもを抜きましたアメリカは先月軍艦と爆撃機でこれらの人工島の近くを通過しそれに応じています <100 km S 1> 今日はマニラの北100キロスービック湾にある旧アメリカ海軍基地にアメリカの軍艦2隻が係留されていました この先の展開を示しているのかもしれません冷戦中ここスービックアンは国外最大のアメリカ海軍基地でしたしかし24年前に冷戦が終結するとアメリカ軍は本国へ引き上げましたそして今中国の動きを受けて多くのフィリピン人が米軍基地の再開を望んでいます最近の世論調査ではフィリピン人の92%が米軍の復帰に賛成しています 近くのオロンガポ市で話を聞いた人たちは全員賛成していました店員のイサース・アリドさんです中国は自分たちの島を建設し始めてから会場でフィリピンに幅を利かせるようになりましたフィリピン人の漁船員たちが中国人にいじめられたりしています彼らには保護が必要だと思いますね 冷戦中の嫌な時代に戻りたいとは誰も思いませんしかし中国は人々を脅かしアメリカ寄りに追いやっています